おっと、ローリエ選手がやはり穴を気にしてきていますね。まずは積極的なローリエ選手が先に手を出しているんですね。そうですね。ですがやはりちょっと選手に合わないようです。お、ルッコラ選手がやってきましたね。どうですかね。結構慎重なルッコラ選手なので見てますね。確認していますね。そうですね。奥にある食材を見つめています。見つけたようですね。おっと、あ、そうですね、周りをまずは確認といったところですかね。おっと、一旦体勢を立て直す、一度仕切り直しですね。そうですね、もう一度来ましたね。おっと、今度はちょっと手をかけています。次はちょっと進展があるのではないでしょうか。あなー、おっと、おっと、あっと、頭を入れましたね。左手も一緒に、お、右手も入れましたね。お、いいですね。積極的ですね。積極的なルッコラ選手ですね。ですがもう一息なのでしょうか。ちょっと他のところを探してる様子ですね。あ、なるほど、他から入れないかなということを見てるんですね。はい、おっ、あ、出ましたね、得意の引っ張りですね。なるほど、引っ張りです、はい、引っ張りが出ましたね。ですがちょっと引っ張りを入れることで、はい、あの手足のグリップが増すんですよね。なるほど、中でしっかりと決めていったわけですね。なるほどなるほど。あ、ですがちょっとまだ考え事をしていますね。そうです、相手に気を悟らせないと。あ、なるほど、そういった作戦が今ルッコラ先生にあるんですね。なかなか今日は本気ですね。なるほど、はい、とではコンディション的にはどうですかね。今日はいいと言ってもいいんじゃないですかね。何度もチャレンジしてるようですから。そうですね、いつもは結構。 あとダンス系を、あ、なるほど、飼い主に、助けを求めてる感じですね。ちょっと助けてと言っていますが飼い主は爆睡してます ね、そうですね。あとこれによってさらに諦めてしまったか。諦めたと。おっと、4度目でしょうか。ルッコラ選手またやってきました。手数が多いですね。そうですね、結構性格的には諦めやすいタイプではありますが、今日は積極的で、非常に積極的入ってます。おっと、頭を入れた。あ、左手、で、あ、右手も入れてみましたが、やっぱり入らないか。もう少しな様子ですが、諦めてないですね。あ、いいですね、見てはいますね、周りを。おっと、もう一度頭を入れた。おっと、おっと、おっと、入った、はい、入りました。はい、入りました。お尻の方もキュッといって、右足、左足ということで、入りました。おめでとうございます。ルッコラ選手しっかりとご飯を食べています。素晴らしいですね。そうですね。おっと、次はしっかりとお水も飲んでいますね、やってやったぞといったような感じでしょうか ね。さて次はですね、こっから出ることができるのかということで、まあ、いかがですかね。非常に難しいですからね。入った場合が出れるのか。おっと、頭を入れましたね。左手、右手、おっと、お、これはすんなりと出ることができましたね。素晴らしいですね。もうこれはルッコラ選手の独壇場となりました。そうですね。